河南町の石塚古墳群やけどね、1号墳は見当たらない。2号墳から行くか。2号墳です。普賢長3メーター、幅が 1.8 メーター、普賢船頭が 1.1 メーターから 1.5 メーター。2号墳、はい、埋め戻されたのか何もないですね。場所はちゃんとね、フェーズ囲んであるんだけど、これが2号本ですね。こっちが3号本。ここが3号本。ここ3.5 の 1.8 メーター。線路が 1.4 メーター。ちょっと小さいね。フェンスが囲ってあるんだけどね。平らになってますからね。でしょうね、これ見ても看板がなかったらわからんですね。そしたらね、4号本もありますよね。こちらが4号墳でございます。まあ、みんなあんまり変わらんぐらいの大きさね。フェイスでここも囲ってあるけど、石塚古墳でした。2号墳、3号墳、4号墳。はい、じゃあ金山ここに行きましょう。せっかくここまで来たんでね、今日は河南町の古墳を回るでございますけどね、何機回れるかね。2時回ったとこやから3時間ぐらいで、もう暗くなるからね、で急いで回りましょう。